guys! What's up? Welcome to Kanchan TV! ようこそ Today's episode はですね、やっぱり私ね、これが好きなんですよ。なんていうの、キャンプアイテムみたいな、キャンプ飯みたいなのが好きなので、これを使ってハンバーグを作ったらいいんちゃうかなと思って、ちょっと作ってみようと思います。それでは早速行ってみましょう。レッケスタレッ、ひき肉買ってきました。日本ではポークひき肉とビーフひき肉が合いびき、混ざってる合いびきで売ってったりするんですけど、もうアメリカで売ってないみたいなので、ちょっと混ぜちゃいます。だからね、ちょっと量多いなと思って、ほんまこんなに量いらんねんけどなみたいな、でも2つ買わないとなーみたいな感じで、こちら市場でいただいたペティナイフなんですけど、もう普通に包丁として使わせていただきます。こんな感じで、こちらビーフ、これもボウルに入れちゃいます。ポークこれをもう常温にしてあります。はい、ポーク、いやー、そしてまあほんま適当なんやけども、私のやり方でやらせていただきます。あ、そうや、これをね、これ買ってきたのよ。これ前からめっちゃ欲しくて、ついに私手に入れました。こういう、見たことあるかな、そういうやつ、こうするとみじん切りになるっていうやつを買いました。あ、大丈夫かな、じゃあちょっと洗ってますわ。まあ本当にね、使ったことがなくて、何やろ、 YouTube とかでしか見たことなくて、絶対使ってみたいと思って買ってみました。ちょっとどれぐらいしたらいいんやろうか、どれぐらい、もうほんまにざっくりでいいんや。じゃあざっくりぐらいにして、これぐらいでいいのかな。じゃあ入れてみよう。あ、落ちた、ここにはめときたいよね。あ、いた、あ、逆にここか、ここに押しとけばいいのかな。じゃあ入れちゃいます。説明書一切見ておりません。いいんでしょうか、でも結構大きくていいよね。さあ、運命の瞬間でございます。いきますよ、いい感じじゃない、すごいやん、いいんじゃない、すごい、いい感じ。あ、しかもこれなんか勝手に自分の位置に戻るっていう、あ、ええやん、もうちょいか、もうちょい、こういうのがちょっと残ってるか、ほんまに何 10プールしかして、10プールこんななる、めっちゃええやんこれ。しかもほら、電池も使わへんから、誰が考えたのか、すごいな。はい、じゃあここにドバッと入れます。ちょっと待って、量めっちゃ多くない、めっちゃ多いねんけど、どうしよう、だってこれでやで、これやで、ちょっとどうなの、牛乳入れます、これぐらい、あ、入れすぎたんじゃない、卵じゃ2個ぐらい入れようか、2個ぐらいパカッと固まりやすくなるでしょう。量めっちゃ多い、量めっちゃ多いな、どうしよう、フライパンの方がいいかな、まあいっか、まあ、パン粉今もうアメリカでは普通に売ってるパン粉って名前で、あ、しかも結構
そう、パン粉っていう名前で売ってるっていう、ありがたい。あ、ここやった、ここやった、カットするとこ。しかもここジップロックのとこやった、最悪や。ジップロックス、ジップロックスなん、ジップするところここやった、最悪や。もういっか、適当です。でも量多いめの方が固まりやすいんちゃうかな、どうなんやろ、これぐらいかな。はい、そしたらナツメグ、あ、これクミンや、クミン、なんかね、クミンが何にかけても美味しいらしい、聞いたこと、聞いたので、聞いたことがあるので、クミンもついでに買ってきた。どうなってんのこれ。ではナツメグ、これこれ、あのオムライスとかにもいいもんね、ナツメグって。はいはいはい、あれ、ん、なんか出なくない、え、なんで、あー最悪や。はいはいはい、結構量多いか、これぐらい入れていいんじゃないかな。でクミンもなんかハンバーグにいいらしいっていう噂を聞いたので、ちょっと一応買ってみた。これ匂ったことある、なんやろこれ、タンドリーチキン、美味しい。クミン、クミンもかけとくわ。はいはいはい、いい感じです。塩でございます、胡椒をかけます。はい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 、もうええやろ。はい、いい香りするわ、クミンの香りやわ。お野菜、茹でたお野菜にクミンをかけてもめっちゃ美味しい。日本の方以外やとハンバーグ知らんのもちゃうかな。よし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 、種ができました。はい、じゃあ焼いていきましょう。こちらで油を固め、いやもう固めで、固め、固めに、ほんま適当にやってまいります。ちょっとこれで使ったことないか分からへんけど、これぐらい、すぐやな、火通んの。ちょっと待って、早い早い早い、焦げるわ。はい、あ、でも結構でかいのできるかもしれん、ええ感じかもしれん。クミンとほんまナツメグのめっちゃいい匂いする、こればっかり言ってるけど、ええ感じ、ええ感じ。んで、あのハンバーグは作ったことあんねんけど、チーズハンバーグ、チーズインハンバーグ、インチーズ、うん、チーズハンバーグは作ったことないねんけど、ちょっと試してみます。モッツァレラチーズ買ってみました、ドバッと。この中に、はい、どれぐらい、もうなんかめっちゃ出るやんみたいなやつにしたいねんけど、怖いよね、なんかはみ出てきそうで。ええんじゃない、いいんじゃない、これ上からもう一度この種をのせます。はいはい、もうすでに汁出てきてる、怖いねんけどこれ肉汁すごすぎて出てくるタイプのやつじゃない、やってしまったかもしれない。はい、じゃあこちらどうぞ。やば、怖いねんけど、消えた消えた消えた、ちょっと待って、肉汁を、ちょっと、どうしよう、
肉汁じゃあ閉めます。やばいかもしれん。閉めます。これ絶対肉汁出てやばいやつやんな。無理やって、無理やって、絶対無理や。どうしよう、イオタリのガスコンロが壊れてしまうかもしれない。待って、どうしよう。え、ちょ待って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 、どうしよう。無理かもしれん、無理かもしれん。めっちゃいい匂いする。ちょっと肉汁、肉汁蒸発させるか。どうしよう、どうしよう。これでも絶対ひっくり返されへんやつやんな。入れすぎた、入れすぎた、入れすぎてしまった。フライパン出すかな。でもいい、もうこれでやるって決めたんやもん。計画変更したくないわ。ちょっと待ってね。よしよし、いい感じかもしれないぞ。とりあえず火が通ればええもんね。諦めない、 Never give up、 Never give up。 とりあえずこう出してやな、肉汁を出してからのこれや。はい、まあいいじゃん、いいんじゃない。これ諦めなくてよかったかも。いいと思う、いいと思う。ちょっと開けてみっか。めっちゃええ感じやん。めっちゃええ感じやん。しかも火通んの早いかもしれない。あ、あかんかん、肉汁が出すぎてやばい。火通るのを待てばいいかもしれない。じゃあいいんじゃない。この間にあれだ、ブロッコリー焼くか。焼くじゃないわ、切るか。あ、アレクサ、アレクサ、5分タイマーお願い。1番目、5分のタイマーを開始します。ブロッコリーを切ってチンで火を通していこうと思います。これがね、これかわいいし、このボール、この間もうアップされたと思うんだけど買いました。肉汁大丈夫やな。これめちゃくちゃ便利やな。返す、はい、回収出します。はい、開けてみますよ。すごすぎる。音がいい。5分ぐらい、ちょっと水入れた方がいいかもしれない。もしかしたらもういけるか。はい、5分レンジしてきました。5分待ちましょう。いけんじゃん、いけるな。ブロッコリーもできやした。はいはいはい、熱っ熱っ。持ってるならばウスターソースかけてください。すごいいいやん。肉汁もしっかり出てる。
めてみます。クミン入れてめちゃくちゃインド料理感、インド料理感めっちゃ出てる。肉汁めちゃくちゃ出てるし、チーズはもうまろやかでめちゃくちゃ合う。うん、ご飯炊いとけよかった。ブロッコリー何でも合うな。ちょうどいい茹で加減。初めてチーズ入りのハンバーグ作ったけど、めちゃくちゃ美味しいし簡単。フライパンで作らん方がいいかもしれん。この作り方が一番美味しいかもしれん、ハンバーグって。もしかしたら肉汁が逃げへんし。めっちゃいい。クミンめっちゃいい。チーズ入れて正解や。うん、モッツァレラチーズってさ、ガムみたい、いい意味で。もうソースがこの2つだけで十分。むしろこのソースなくてもいい、なくてもいいぐらいハンバーグに味がついてる。めっちゃ美味しい。そしてこのブロッコリー、パーフェクト。クミンおすすめします。ということで今日もウォッチングプリーズサブスクライブジャムのサムザップ、バイ。やばい、出てこへんぞこれ。やばいやばい、出てこへん。よし、出るか。あ、全然出えへん。どうなってんの。どれか、どうなってんねん。出た出た出た。